お疲れ様です。ラットです。今日はこちらバーバ小屋やっていきます。さあ、バーバリアンの小屋ですね。データ上ですと使用率 0%、 はい、使ってるプレイヤーはねいません。まあ 0.00001% とかのね、はい、確率で、まあ、使ってる方はいるかもしれないんですけど、まあなんか試合購入したら 0% らしいので、まあ、使ってる人はいないね。クラロワで最も使われてないカードです。はい、110枚ぐらいあるっすかね。今進化も入れたら何枚あるんだろう、わかんないな。120あんのかないのかとかだと思うんですけど、まあその中で一番疲れてないね、はい、ババ小屋を今日は救いたいなと思います。よろしく。まあ、ババ小屋ね、俺結構好きなんでねそんな使ってねえか、最近とか全く使ってねえんで、ほんまに好きかよとはなるが、はい、一回ねグローバル大会で世界一を取ったのも、まあ、ババ小屋です。ババ小屋使ってあげなきゃな。俺が使わなきゃ誰が使わねんっていう話ねんでね、早く強化してきてくださいよと思いながら、まあ、これトレネないのでだいぶ、これせめてトレネ使いたいかもな俺。多分インドラとかね、はい、来るんでね、引っ張ってあげて、まあ、なんか柳雨もちょっと構えたいかもね。何が来るか分かんない。お、なんかインドラが寝てんの、なんだあれ、バルキリ、待って、やばい、インドラの時が外れてる。そういうこと、変な仕事取るんだかこれ。いや、マジババ小屋とか言ってるけど、ババ小屋を何も出す前に終わりそう全然ババ小屋出す前に痛すぎるダメージ入ってる。いや、でもこれ今回の相手は意外とね、体育少ないぞ。インドラぐらいで、これボエドでワンチャンインドラ溶かせる。うわ、強すぎる。いや、でもボエドザップとか、これボンバーが入ってくれればマジででかいが、2発くぅ、やらばね、やらばちょっと勝ちてえなちょ、ババが邪魔すぎて、防石とかだったらさ、バルーン誘導とかいろいろあったかもしれないんですけど、ちょまんし出すか一旦、シャーなしのね。いや、相手これちょっとうぜえだろちょっとだけどうだ。まあダガーでまずはお掃除と、まあ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 、いや、これラバに勝てなきゃったら何に勝てるって話なんだね、これ。いや、鬼攻めちゃってもいいなこれ。もうやだ、やだ、マジあり。これで耐えて金が落ちなきゃね。いや、インドラちょっとよくねえな。いや、進化割り切り強えが、いや見て、これなんなら流れてる残り物のババ。こうやってさ削れんの、ああ、削れるか。いや、いい、ちょマジでいいマジちょっとだけいい、限界値ではある。ヤナメもある、いらねえか。いや、ヤナメを使ってなかったから勘違いしたバルーンが飛んできたよ。え、ワンモンさ、ババカいらねえババカおかずに攻めちゃって進化割り切りもない。いいよ、ボイドザップね。いや、ボンバーがマジ結構熱い。いや、ババコヤは一旦ちょ、一旦ね、一旦だからな。いや、出すよ俺は今なんで。いや、ババコヤのおかげでさ、ラバのダメージを抑えれてはいる。ギリババコヤのおかげ。いや、ラバでさよなら。しかもこれババがちょっとプレッシャーを与えてるみたいな当たってるみたいなね、ここもちょっとあるよ。いや、これ寝てんな。え、ボイド最強、ボイドでもそれは落ちる。いや、しかもババカのババでイントラのエイムも難しいねこれ。いや、勝ったわこれさあどうですかい、どうですかい、ババカ頑張ってんじゃないのじゃあタイラーは、タイラーはね、まあ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 、いや、でももしかしたらよ、ダガーのさ攻撃を吸収できるやん、ババコヤのババって。なんかプリンセスタワーとかの方が逆に輝かないみたいな
ダガーガールにはなんか一歩間違って活躍するみたいなとこちょっとありそうだけどな。まあ、相手がジャイとかね、ゴレだったらもっと勝ちやすいかもな。さあババコヤね、一旦置いていくか。まあドリルとかじゃなかったらマジでいい。最悪ラバだっていい。いやーボンビーかー。まあジャイもあるしゴブリンドリルもあるし、まあラバとかもあるよね。ヒースピ、いやババコヤちょっとうざそうババコヤのババが。なんでボイドないん。まあスパーキーか三重士みたいなとこあるよな。いやマジで、でもダガー寝てるからな。なんですかこれ、こんにちは。いやいや、これボンバーの範囲とかない。いやエレジャイで、エレジャイの観点で行っていこう。許容しよう。いやでかさあスリーマスケッティーや三重士や一本。いや進化ボンバーか、でも使ったな。ヘリポン壊して、三重士にボイドはまあ刺さんないもんね。全然固まってくれんやん。でもババがちょっと熱い、マジで熱い。マジいや文句強すぎる。これマジ強い、こいつアホや。うわーガチグロ終わったかこれ。うわー文句ちゃん、正直守りたかったな。ここのチンパングロいってやってることグロいって。いやしかもエリババと三重士いんのか、結構エレジャイを届けるのが大変ではある。削っとこうこれ。いやまあでも、まあでもね、こういうやつはしばきたいよね。気持ちいいぞこういうやつをしばくのが。うん、ヒースピきそう。やべ。こっちからのボンバーだったら反射できないみたいなのない。やべ、こんなやついらんかった。エージェン使ったんか、俺。もうきつ。ボイドのダメージも与えて、ボイドやとかで飛ばねえかな。飛びそうとか飛ぶやん。なるほど、いい情報。マジでブッブしか来ねえ。いや耐えてはいるな。ちょっとうざい。マジありそう。マジで悪くないこれ。エリババがやべえな。マジでありそう。いやボイドマジ最強よ。あとババコヤ見て、このババコヤババコヤ熱すぎるかこれ。
おい、来いや。能力勝ち？なんか文句で反射で怖いね。やばすぎるこれ。マジで気持ちいいやつだ。やばすぎか。いや、ボイドやな、おめえ。ボイドやな、おめえ。ちょっと待って、ババコヤ。ババコヤめっちゃよかったぞ、おい。陸受けねえかんな、こっち。マジかよ。ボイドやな、おめえ。ちょっと待って、三種突破できんのか。強すぎか。普通に考えて。いや、でも、守れない陸がね、ババコヤのおかげで止まってはいた。優秀だったの今のに関しては。あ、これがなんかジャイダクね、プリンスバルーンみてえな。結構破壊力高めなデッキだったイメージあんな。バルーンがねワンチャンあるかもな。いや本当にそうやん。いやでもババコヤ、ウィズやばい。あんただけはさよならしたい。いやでもウィズ飛べば、よしよしよし。いや、陸はいるからな。バボコ早く早く、お前マジ生まれんの遅い。え終わってるぐらい生まれねえな。いや、悩んだ。ん、さ、痛すぎ。これで。バボコ生まれんの思ってる遅えな。いや、マジ、いかつくね。どんなデッキよ。ババプリンスジャイバルーン、化け物なんだよな。そう、記憶通りで悪い。俺の記憶では化け物だった。いやー、ここね結構後取れてるんですけど、まあ、落ち着いてもいいか。イザードかわいそうじゃない？大丈夫かこれ。マジでかわいそう今の。ちょ、マジでかわいそう。それよくない。いや、これ守れないんでね。はい、ボイドで終わりか。ボイドで終わりか。マジかわいそうだな今。お前は強すぎる。さすがに。生意気なバルーンだそれは。ボードで、じゃババ、ババ、終わりですかこれ。私、あれ、あれね、ババくん、ババくん、嘘って言ってあげたい。本当に、プリンス来たら終わる。いやマジワンチャンない。ババさんみたいな。マジ奇跡のワンチャンない。フェニックスドリーム、そういうことないね。そういうことなすぎて、いやワンチャンってた。いや、あの守れてればだな。序盤のあの変なカッツンカッツン、もったいなすぎたな。いや、まあボイドで終わりか。6個すか、ババコヤね。今の性能なら5個すにしてもちょっと弱そうだな。5個すにしてもなんか怪しい立ち位置に行けそうな気がする。5個すでも許されそうじゃないこれ。ボイドで終わるしな。ちょっかいかけて、これエリポンゴレか。エリポンあるんで、まあ、一旦待っていいな。ライドラとか使ってくれたらね、いいね。うざいんじゃないこれ。いや、このババ、いや、ちょっとうざい。しかもこれ、マジあるよ。え？買ったくね？正直。っていう流れではある。エリポン防衛か。ババー、ヒーラー。もうバババッカいらないってさっきから。いやー、まあ強えの来たか。
こっちがダメージを受けてるわけじゃないんでね。これなんかこらえたらめんどいな。一応警戒のね低めのババクワで対抗しよう。ババ早く出てかなババなんか一回出てからさ休憩長くない？相手ババと何だったっけ。普通はザップ、リトプリライドだね。これだけでうざそう。まあババを使ったらね、エレジアイでいい気がする。シンプルにここあんま回復しないでほしいな。いやでも入るね。ババもライドラも使ってあっただかんな。いけババコヤババコヤいけ。いや低めライドラ早く打ちてーボイド。いやさすがにうん、さすがにね。でも入るぞ多分俺の。あ入らんの、なんで。あなんか危ないんだね。いやいい延命や。行ってこいじゃダメージ俺負けてんだ。いやババ使った後チャンスよ。で左にナイトとかしてちょっと左にね。え美味しい。これトルネでも来んのか。いやまあ右でもよか左でもよかったが、でも回んの早くね。ババ意外と左にないとみたいな話。いやマジで左が入るんな、おもろいや。垂れ流しないと。いやあのライドラ邪魔。いやこれ行った方がいいね、どう考えても。なぜならババコヤで止まる。だから行こうめちゃめちゃ行こう。いやなんならこのまま行けば俺最後タイブレイクで勝てんだ。守れー。ここよ。なんかちょっと怖いな。こっちが。まあババこれ勝てないんでね。でタイブレイク意識するか。トルネ削り。ボイドで戦う。エルジャイ。間もザップ削りしてんな。こっち行くね。トルネ削り、ヤナミネ削る、ボンバーで削る、さあ来た、ボイドで削る、あっけ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 。ここで相手の追いつく方法は存在しない。さあババコヤでゴールまで止まっていく。意外といいか。意外と良くない。相手のデッキでもだいぶ変わりそうではあるか。意外となんとかなってんだよな。さあラバらしい。まあ周りが強いのもあるね。進化ナイト、進化ボンバー、フェニックス、トルネヤナメっていう、まあ環境の壊れをいっぱい今入れてるからなんとかなってるのもある。いやこれボイド欲しかったな。いやデッキその暇な程度サイクル助かってる。もうラバ来てるだけできつかった。いやーこれねおとなしくキング起動でもいいかもな。一発で済むもんね。いや美味しいなこれ。まあババか墓石か何があるんですか、お願いしますお姉さん教えてください。
ババア、まあ、ババア一番ハズレですよね。まあでもなんか一枚咲かせたい。なんだこれ、何が来る、ないとか。いやこういうのボイドでさ今ぶち抜いてさ結構ダメージ与えるのもやってよかったかもね。さあまあ近畿できたのは俺からしたらだいぶ熱い展開か。よしババコや置かなきゃやることねえんだよな。まさかじゃねえのよ。まあ、エリジェで蓋ある。早くフェニックス出して。いや相手なんかユニット出しにくくないこれ、インドラババのせいで。あーざけんなよ、強すぎだろ。休養しちゃう。やべえ、これでバルーン来たら。あでもボイドある。トルネもある。いやーまあ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 、まあ、ババコが引きましてもらって相手ボイドとかあったらさ話が変わっちゃうけど、さすがにねえか。ババがきついな。おっ熱い天然飛来神。え終わったマジで終わってる。で大丈夫、こっからでも勝てんのがクラロワやで。ババか、いや焦んな、マジであるぞ。マジで結構悪くないこれ、強すぎるそれ。嘘って言って、あんたのボイド強すぎるんだけど。嘘って言ってよ。やばい、攻めまくりたいなここ。お前ちょっとアンチャレそうじゃない。進化ババだけマジで吐きそう。突破しちゃう。ニュアンチャマジある。えマジちょっとありそう。やばい終わる。だからバーバリアン、バーバリアン、お前どうなってんだ。やばい、ボイドが強すぎる。マジなんねあいつ本当にボイド強すぎるだろ。どうなってんだ。おいいやまあこれババネーラマだったらマジだったな。お願いババはやめて、ババがきついのよ。まあ適当に回して、おっバレリアン、インフェじゃなかったら嬉しいな。ババコやこれこれどうなんやこれ。まあプリンを矢で縛いて、あまああれかボイドで縛いてバレルアサイクヤナメもあると。トルネで近畿もできたらしたいな。ナイトの受けはババがいます。テスラで簡単に回収と。いや
意外といいんじゃない。このテスラを使わしたサイクルはエレジャイが橋渡る頃には壊れるんじゃないか。まあ、だがなんでね、最高へ無視だっていう。なんか流れがいいな、エレジャイの普通に。いや、これテスラ壊れる。でかい。もう一回テスラ回るわ。LSP まで。ウッドや。うめえな、防衛。だが、しかし、意外とナイトがチク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 。プリンも使った。まあ、バレルツゲー研究します。来たら、早めに来てほしいな。はしまいプリン用に、ババガイもちょっとだけ高めに置いとくか。ここで多分左のはしまいプリンは、受けれんのか？キーワード。よし、でかい。邪魔なんで、しばいとこか。しばいとこ。いや、これマジ、端前りじゃ、生き得な気すんな。正直、右でもいい。シンガナイトが相手してうざそう。しかも、ボイドある、これ、俺。いや、もう結構止まるんだな。お、ミスってますやん。あぶねえ。いや、まあ一回落ち着いてもいいし、行ってもいいし、どっちでもいいか。一回落ち着いていいな。で、近畿できてるし、許容もできますよ。まあこのババコアに意味があるかどうかは本当に誰もわからない。プリンのダメージとかを防げばテスラぶっ壊して、やべ、延命されそう、これつけて。いや、でもこれテスラぶっ壊した後でしょ。もう一発エレジャイ。いや、ここのボンバー待つ。お願い、入ってくれ。しかもエレジャイ相手に進化つけて弱くなったもん。あーね、進化テスラは無理マジで無理。はい、はしまいプリン、こんにちは。わー、絶妙に。無理か。よしよし。これ、ナイトであのプリンしばけたらね、結構、幸せなんだよ。いや、次のやらめでまとめて処理できるわ。いや、なんか難しいな。プリン歩いてくる？オッケー。プリンセスの足の速さも計算できます。いくよ。ふざけんなよ、それ。やめなさい。許容できます、こんな。ガン無視。テスラ、即壊し。おい、ボイドボンバーぶっ壊れ。いや、強っ。そこのナイトにも当たんのやべえな。さあ、もうあとはイケイケなところで進化テスラね。ワンチャン、姉妹プリンからのなんか、大事故もあるが、うい、止まりませんよ。さあ、ババクヤのババで圧をかけれてましたね。きっとね。まあでも、ゴレ戦が一番輝いてたな。明らかに。ちゃんと活躍はしてたもんな。さあ、ボンバーね。ボンバーがもうね、きつい。フェニーね。フェニーもきつい。トリトンもっときつい。エリジャイ視点。いや、でもこれ、ちょっと熱いか。自陣で受けれたならば。このボイド美味しい匂いがする。え、これ結構熱くね。まあ、結構溶けちゃうかな。いや、結構熱いよね。4コスのフェニー出す余裕ねえか。トリネとかだったら。トリトはなんだこれ。お、
こうパッカン事件もちょっとある。あーさすがに。まあジャイかな普通に。トリトン編にダクネ、ヤナアメザップ的な。ダクネ型か。ちなみに進化ボンバーあーだったか。ヤナアメで処せばいいか。いやーババカヤ置く？置いてもいいか。置いてもいいか。フェニーとかはぶっ飛ばしてもいいな正直。フェニックスを一生ぶっ飛ばして。お延命したかったか相手と思ってんのやな見したな。まあまあ守ればいいか。で相手の呪文もボイドだったね。テンプレのライトニングの枠は多分ボイドになってる。ボイドやらめから。飛来神すら俺勝てんな。できるかな。がシンプルにフェニートルネで守っちゃったり。ほい。熱っ。え、だからトリトン使ったよ。もういけよくね。トリトン使ったら8万エリじゃよー。いや、これガンムシャルだ。ああ、守ってほしかったな。いや、ボイド警戒もちゃんとしてね。許容しちゃおう。いや、偉いな。この、コストを無駄に使わない。許容で許す。バボコヤあるよ。よしよし、ババコヤ。最後だけちょっと活躍しようとしてんな、こいつ。芝居としかった。いやでもいい。無理やり。なんならボイドでもう決着。おい。いいね。相手のボイドを防げたら結構楽に勝てるね。さあというわけでババコヤね。いやさすがにね強くはない。ならだいぶ弱いと思うので、まあ、墓石でいいもんね。ババコヤ使うぐらいなんで、ね、大砲とかテスラとかボムとか、まあ、代わりの施設があるからこそ。ババコヤの強化運営さんよろしくお願いいたします。小屋好きの方はね使ってみてください。ではお寿司とはなに。